特別捜査令状ポーランドは、ナチ党の新衛隊情報部第二局が、ポーランド在住のドイツ系住民の協力を得て、作成した、捜査令状。この令状に記載された人物は、来たるべき、ポーランド占領支配機に拘禁、または銃殺されることが予定されていた。 特別捜査令状はポーランド知識人層の殲滅によるポーランドの民族浄化を計画するタンネンベルク作戦の遂行のために作成され、令状作戦を中心的に進めたのはラインハルト・ハイドリヒだった。このタンネンベルク作戦自体はナチスドイツの東部総合計画の一環であった。令状のリストには6万1000人以上のポーランド人エリートの名前が記載されていた。 政治家、知識人、学者、俳優、官僚、事務指族、カトリック教会選職者、大学教授、教師、医者、弁護士、さらには1936年のベルリンオリンピックに出場した有名スポーツ選手などである。令状に記載された人々の多くが、特別行動部隊や自衛団によって殺害されるか、拘束されて、強制収容所に送られた。 フリッツ・アールト、ポルン・ユー・クレーナー、ジュジン・ポリック・イム・ジェノラル・グーバメント・フュア・ダイ・ビセッツ・テン、ポルニシャン・ゲビエテ、1939ビス、1940イン・オブル・シュレシオン、1941ビス、1943ウント・イム・フレーツ・カンプ・デア・アン・タードル・クチン、オリジナル・サウンド・トラック・フォール・カー。リンド・ホースト、ホイッスン・シャフ・トリッカー・ブッチ・ダイ・エンスト・タイゲ、1995ハット。 バットスアベドラゴボースキー、ツバイターベルトクリーグウントサザイアラーワンダル、バンデンホークアンドループラクト、ゲピンゲン 1981S309。ありがとうございます。